それじゃあ頼むわ。ああ。あの、よろしく頼む。よろしく。あの、
おい。ええ。おい。そっか。ねえ。そっか。おい。おい。あ？あ？おい。すみませんでした。あ？いえ。ねえ。何？あの、ねえ。おい。Yeah.
ねえ。おい。ああ、お願いします。しばらく寝てろ。
お疲れさん。アメリカの高級ああなあ上流、今度お時間ある？
ちょっと相談したいことがね。相談？ああ、構わないぜ。そっか、じゃあ早速行こう。それで、相談したいことがあったんだろう？うん、前に話したやろ。うちが昔歌手になりたかったって。昔か。ああ、聞いたな。そん時は路上で弾き語りするのがメインやったんやけど、それを撮影してネットに動画としてもアップしてたんや。ああ、それも前に言ってたな。そんでこの前な、その動画を見た言うてメールが来たんや。上流は知らんと思うけど、大手の音楽事務所から。ほう、それでなんて内容だったんだ？今度新人発掘のオーディションやるから参加してみないか。参加するなら採点を優待するって。つまり向こうはあんたをかなり買ってるってことか？そういうことなんかな。だが仕事の方はいいのか？赤目ネットワークはあんたがいないと回らないだろう。そうなんよね。あんたらしくね。両方何とかしてみせるって言うと思ったんだがな。そういえば前にも言うてたね、両方欲張っちまえって。ああ、そうやね。確かに二度とないチャンスかもしれへんしね。なら受けるんだろ、オーディション。そうやね。うん、受ける。上流に話して吹っ切れたわ。いつもお気にな。お安い御用だ。でオーディションってのは何をするんだ？オリジナルでも何でもいいから、その場で一曲披露するって形。なるほどな。大手のオーディションともなれば競争相手も多いんだろうな。ちょっと嫌なこと言わんといてや。あかん、今から緊張してきた。おいおい、あんたらしくねえな。いや、あかんわこれ。上流、ちょっとなんかええこと言うて。緊張がパッと解けるやつ。赤目、あんたは天才だ。だから気楽に行け。雑。上流、うちの歌聞いたことないやろ。適当なこと言わんといてくれる？ネットワークの切り盛りを見てればあんたができるやつだってことはわかる。いや、それと歌とは関係ないやん。ちょっと間違えたみたいだな。ジュリューって結構アホっぽいとこあるんやね。おかげでちょっとだけ緊張解けたわ。結果オーライだな。よし、腹くくった。オーディション受けて歌手の道つかむし、ネットワークも守ってみせる。ああ、その意気だ。じゃあ、あんたの勝利を祈って。うん、乾杯。上流。